デーヤは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、バレアレス諸島、マリオルカ島の北西岸に位置する。デーヤの入り江デーヤは、マリオルカ島北西部にあり、バルデモーサ、ソーリエル、ブニョーラの各自治体に挟まれている。トラムンターナ山脈に囲まれており、街を見下ろす、丘の頂上部には、境界がある。マリオルカ島では、比較的標高の高い低山の中原、標高、 約200メートル地点に集落があり、強い北風から街を保護するために、南斜面に築かれている。自治体は5キロメートルの海岸線といくつかのビーチを持つ。街並みの周囲には、牧歌的な風景が広がっており、オレンジやオリーブの果樹園がある。自動車で、マリョルカ島の首都パルまでマリョルカから、デイヤに向かうには、坂戸崖が連続する山道を通らねばならず。 距離が短い割に時間がかかる。デーヤの果樹園、デーヤはかつてデーヤではなく、デーヤと書き、この名称はアラビア語で、町や野原を意味した。超全体の排水設備は、ムーア人時代に建設された。10世紀から13世紀のイスラーム教徒の支配下で農業が発展し、14世紀にキリスト教徒が到着すると2つの修道院が建設された。 16世紀から17世紀には海賊を監視するために、いくつもの物見ラが建設された。18世紀には、マリオルカ島の農業危機のために、住民の多くがフランスに移住したが、彼らの多くは20世紀初頭に戻ってきた。オーストリア大公、ルードヴィヒザルバトールフォン・エスターライヒトスカーナは、デイヤに近い崖の上に上巻を建て、マリオルカ島出身の女性と結婚した。 マリオルカジマやデイヤに関する著作物を残し、ヨーロッパの上流社会にデイヤの名前を広めた。ルードヴィヒ・ザルバトールは第一次世界大戦勃発後にオーストリアに帰国しており、その子孫が管理する上官は観光地となっている。第一次世界大戦後にはドイツ、イギリス、アメリカから亡命者がやってきた。1929年には、 イギリス人作家のロバート・グレーブスがデイヤにやってきて、フランシスコ・フランコ総統がイギリス人を排除した1936年から1945年には亡命していたものの、その後は1982年に死去するまでデイヤで暮らした。1920年代には無名の芸術家が多く移り住み、第二次世界大戦後にはヨーロッパの上流階級や成金が、 デイヤの土地や農家を取得して、別邸とした。この村ではブランド品を身につけているのは村人、エスパドリーユや麦わら帽子というカジュアルな服装をしているのは、他地域出身の裕福な人物であるとするジョークがある。デイヤには、伝統的なマリオルカ料理を提供するレストランや、バル、いくつものブッティックなどがあり、英語が広く話されている。ホテルレシデンシアのレストラン、エルオリーボは、 ミシュランガイドで星を得ている。1994年9月に日本の天皇皇后両陛下が倒した際には、スペインのフアンカルロス一世国王やソフィア王妃と共にホテルレシデンシアに滞在した。街中には中世に由来する狭い石畳の通りがあり、丘の上には14世紀に築かれた教会や公営墓地がある。この墓地には、 デイヤに関連する数多くの著名人の墓があり、ロバート・グレーブス、マティ・クラルバイン、ブライアン・マクミン、アルフレッド・ミラリエスなどが埋葬されている。アナイス・ニンフランス人著作家のアナイス・ニンは1920年代にこの村を訪れ、この村のビーチを舞台とする短編を書いた。スペイン人著作家のカルマリエラは近年にニンについての短編を書いている。 ウルグアイ人小説家のクリスティーナ・ペリロッシのラネーブ・デロース・ロコは村の実名こそ登場しないもののこの村を舞台としている。2006年にノイ・シュタット国際文学賞を受賞したニカラグア人詩人、小説家のクラリベル・アレグリアはデイヤに住んでいたことがある。ロバート・グレーブス・グレーブスがデイヤで住んだ家イギリスの詩人、小説家のロバート・グレーブスはこの村に定住した。 最初の外国人の一人である。グレーブスは1929年、共同制作者であるアメリカの詩人、批評家、著作家のローラ・ライディングと共にレアに移り住んだ。彼らがこの地にやってきたのは、友人の著作家であるガートルード・スタインにマリョルカ島を勧められたためである。二人はイギリスから印刷機を取り寄せ、小規模出版社の精神プレッシャーを設立した。 1936年にスペイン内戦が勃発すると、相当に就任したフランシスコ・フランコは、イギリス人をマリオルカ島から排除したため、グレーブスはイギリスに亡命したが、第二次世界大戦後の1945年にデイヤに戻り、1985年に死去するまでデイヤに住んだ。グレーブスはこの村を歴史小説、ヘラクレス・マイシップメイトなど多くの作品に使用している。 グレーブスは数多くの文学賞や功労賞を受賞しているが、デーアの息子の称号も得ており、彼自身はデーアの息子の称号を最も誇りに思っていた。グレーブスは地中海を見下ろせる公営墓地に埋葬され、墓碑にはロバート・グレーブス、ポエタとだけ刻まれている。グレーブスが住んでいた家は2006年夏に博物館として開館した。 リチャード・ブランソン・バーチングループのリチャード・ブランソン会長はこの村に豪邸を持っているため、彼のレーベルのスターたちはしばしばこの村を訪れ、この村のバルであるカフェサ・ホンダでジャムセッションを行うこともある。ケビン・エアーズ、ロバート・ワイアット、デビッド・アレンなど、カンタベリー・ロックのミュージシャンの何人かは、デイヤに別邸を持っている。1980年代末には、ミック・ジャガー、 ギタリストのマーク・ノップラー、マイク・オールドフィールド、キャロライン・コアーなどのミュージシャンがしばしばここで演奏した。フィオン・レーガンのサードアルバム、100 of a イカーズ・オブ・シカモアは、彼がデイヤ滞在中にインスパイアされて制作したアルバムである。カフェサ、ホンダでは常に音楽ライブが行われており、エリック・クラプトン、ケビン・エアーズ、ジュアン・ビビローニなどの著名なミュージシャンが即興で、 ジャムセッションを行ったことがある。アメリカの考古学者であるウィリアム・ワルドレンは、デア考古博物館研究センターを設立し、デアで死去した。デア考古博物館研究センターは、デアで最も古い建物の一つを使用している。2011年7月16日には、ポーランド人女性モデルのアンジャルービックとセルビア人、男性モデルのサーシャ・ネゼビックがこの村で挙式した。 マヌエル・デ・ファリア、サンティアゴル・シニョール、ウィリアム・ワルドレン、デビッド・アレン、アンドルー・ロイド・ウェバー、マティ・クラルバイン、ケビン・エアーズ、ピアース・ブロスナンなどもこの村に別邸を構えていた。スペイン人画家のパブロ・ピカソもまた、デイヤを訪れたことがある。デイヤの人口の約1、3は、外国人である。ありがとうございます。